京阪京新線京新線は京都府京都市山品区の古領駅から滋賀県大津市の琵琶湖浜大津駅までを結ぶ京阪電気鉄道の軌道路線である石山坂本線と合わせて大津線と総称される京新線は正式な起点を古領駅としているが列車運行及び旅客案内では琵琶湖浜大津駅から古領駅へ向かう列車が下り逆方向が 上りとされている。五両駅から大阪山を越える大谷大城栄町間には61パーミルの勾配区間があり、琵琶湖浜大津駅付近は平用軌道となっている。全区間が軌道法の適用を受けている。軌道運転規則では列車長が30メートル以下と定められているが、京進線では4両編成の電車、1両あたり16.5メートル、 が、平洋軌道区間を走ることが特例として、認可されている。五両駅から、京都市営地下鉄東西線に乗り入れている。かつて京浜線は五両駅より西にも、平洋軌道を交えた路線があり、京阪本線と共通の三条駅、後に、同線から分離して、京浜三条駅と、海上を起点として三条浜、大津間を結んでいた。また、京上駅付近では、 薄いトンゲラミの66.7パーミルの急勾配を超えていた。1997年10月12日に五両駅移成を廃止し、地下鉄東西線へ乗り入れを開始した。京新線では、ピタパーイコカなどの全国総合利用交通系 IC カードが利用できる、スルッと関西も2018年1月31日まで利用可能であった。三条京阪琵琶湖浜。 大津間の運賃は、競合区間である、西日本旅客鉄道、JR 西日本琵琶湖線の京都大津間と、比較すると高い、2015年1月時点で、京阪が430円、JR が200円。地下鉄東西線開業後は、地下鉄と京新線の運賃が別々に、加算されるようになったことから、地下鉄東西線、開業前に比べて、高くなった、可評参照。また 三条京阪駅で乗り換えて、京阪線を利用する場合、地下鉄と京新線の運賃に、京阪線の運賃も加算される上、普通乗車券の通過連絡運輸が行われず、乗り換え時にも切符の購入が必要である。ただし、定期券や、ピタパなどの IC カード、あるいは、京都、琵琶湖チケットなどの企画乗車券ではこの限りではない。2009年3月まで、 京都高速鉄道が保有していた三条京阪五両の区間については、京阪は第二種鉄道事業免許を取得せず、通常の乗り入れ形式を取ることになったという経緯がある。石山坂本線と二世に合わせて年間15億円程度の赤字が出ており、一部マスコミから大津線自体の廃線も検討されていると報じられることもあった。そこで京阪本社は地元自治体、 大津市などとの間で今後の運営のあり方についての協議を始めている。京阪はこれら2000の経営を本社から分離し、独立再産性を取る分社化を検討しており、当初2004年や秋に分社化を予定していたが、この時点で分社化しても収支改善が見込めず経営に行き詰まるという理由で見送られ、経費削減を図り収支が均衡した時点で分社化することになっていた。 1997年の東西線、直通開始以来、800系車両の帯の色でもある黄色が、ラインカラーとして使われていたが、2017年からの、京阪線系統との車両カラー統一に伴い、これに代わって、黄緑色の路線マークが設定された。路線マークのコンセプトは、山を越えて東西へとされている。 2018年3月17日改正ダイヤでは、早朝、深夜などに五両駅、篠宮駅、和小浜大津駅間の列車があるが、それ以外の全列車が、京都市へ地下鉄東西線と直通運転を行い、長時間帯に、京都市役所前駅発着列車があるほかは、すべて渦政天神川駅まで乗り入れる。昼間は、おおむね1時間に3本運転される。これにより、 以前の起点の京神三条駅、現在の三条京阪駅までの沿線をカバーしている。かつては、急行、1973年まで、京阪山品駅には対比線が設けられており、同駅で普通列車と、環急接続を行っていたや順急、京神三条駅五両駅間は、途中無停車の運転、石山坂本線との直通運転もあったが、 現在はすべて琵琶湖浜大津駅折り返しで、普通列車のみの運転である。地下鉄東西線開業前の準急列車は、京新三条駅浜大津駅、現在の琵琶湖浜大津間を24分で運転していた。現在の地下鉄東西線乗り入れ列車は、三条京阪駅、琵琶湖浜大津駅間を22分で運転している。近く間で高速運転が可能になったことで、 若干の速達化が図られたと言える。五両駅では乗務員交代の関係上、停車時間が長めに設定されている。昼間時間帯は20分間隔で運転されるが、本数が少ないため自動車や JR 美琶湖線、湖西線を相手に苦戦を強いられている。二両編成、15分間隔であった東西線開業前よりも乗客は減少している。一方、 輸送力は逆に4両編成、20分間隔と1.5倍になっている。なお、京新線直通以外の東西線列車は、現在7分半間隔で運転しているが、1997年10月12日の東西線開業当初は10分間隔で15分間隔であった京新線直通とパターンがずれていた。2000年には東西線を増発し、 運転間隔を7分半として、軽進線直通とパターンを合わせて、ズレを解消した。なお、口述のように、乗り入れ先の三条京阪駅、京阪線側は三条駅における、京阪本線、応答線との接続時間に、多少のばらつきが生じている。2002年より全線で、ワンマン運転を行っている。列車内で料金を収受せず、駅では、 改札口を利用する、いわゆる、都市型ワンマン列車であり、列車内には、運賃箱がない。なお、2018年よりシニアに、琵琶湖浜大津発漁領域の列車が設定された。毎年8月上旬の、琵琶湖大花火大会の、開催日のみ、琵琶湖浜大津発漁料、京阪山品、忍宮行きの臨時列車も運転される。 この日に限り乗降客の安全確保などの理由により、運転士が列車防護要員として乗務する通満運転が行われている。1997年10月12日に開業した京都市営地下鉄東西線は、2008年1月16日に二条駅と、右京区の渦正天神川駅との間が延長開通した。これに伴い、 京阪京神線の地下鉄東西線乗り入れ区間も、それまでの京都市役所前駅から新しい西の終点駅の渦政天神川駅まで延長された。なお、開通後の運行形態は、浜大津方面は7の21時台、五両方面は6から19時台の時間帯の半数の列車、おおむね30分間隔が渦政天神川駅発着。 その他の列車は京都市役所前駅発着となった。なお、この2008年1月に行われたダイヤ改正では地下鉄加護発の減便改正となった。日中が15分間隔であることは変わらず、昼間以外の時間帯で減便がなされた。さらに、2018年3月17日のダイヤ改正からは、日中は、 すべての列車を、渦政天神川駅発着とする代わりに20分間隔となり、減便となった、減便で生じる余力を乗り入れ区間の延長に回した。営業キ路、接続路線は、減村区間、廃止区間の駅一覧を参照。浜大津駅は、現在の琵琶湖浜大津駅。当設では、当時の駅名で開設。停車、一部の時間帯のみ停車、通過。 通常は800系4連のみだが、貸し切りで600系700型が、琵琶湖浜を打つ、し山を運行することがある。600系以降の車両は、石山坂本線と共に、寺院の反省の音をイメージして作られた、独自の警笛を採用している。1997年に800系の運転席の運行スタッフ、時刻表に、 運転席のモニター内のタッチパネル式ディスプレイ表示、運行指示の内容が記録された IC カードを読み込んで表示する方式が採用された。車両はすべて電車。本節中の客車は電動客車を意味する。京都市営地下鉄東西線三条京阪。五両間は京阪京新線の代替区間であり、この区間の鉄道施設は京都市京阪電気鉄道。 地元企業などが出資する第三セクター、京都高速鉄道が建設、所有し、京都市交通局に対応して、経営を行わせていた。2009年4月からは、同区間は京都市交通局が保有し直営している。浜大津駅は、現在の琵琶湖浜大津駅。当節では、当時の駅名で開設。 1997年10月11日、1997年10月12日。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。